ジャスト、しみでごわす。ゴールデンウィークらしく、ネットで見つけた渋々弁らしい鹿児島弁をやっていこうと思うんですけども、まあ、大体鹿児島弁ですよね。まあ、渋々弁も大体似てるんでね。まこて、まこて、まこち、まこち、まこてきかんもんじゃ。ああ、もうまこてきかんもんじゃ。なごさん、なごさん、なごさん、どげんしもんそかい。ああ、なごさん、どげんしもんそかい。なになにが、なになにが、いか、すか、やか。いか、すか、やか。なになにと、なになにと、いと、すと、やと。いと、すと、やと。やっとカット、やっとカット。ああ、やっとカット買ったど。やっとカット買ったど。はい、おはこんさつま、うちびでごわす。今回なんですけども、ちょっとですね、とある動画投稿サイト用に、まあ、鹿児島弁動画というか、あれも撮るんですけども、早口言葉も撮るんですけども、今回ですね、2つに分けてあるので、1本目の方が、早口言葉の方になります。よろしくお願いします。はい、せっかくなので、鹿児島弁早口言葉リベンジのリベンジしたいと思います。わいがおいにわいっちゅうで、おいもわいにわいっちゅうとよ。わいがおいにわいっちゅわんければ、おいもわいにわいっちゅわんとよ。わいがおいにわいっちゅうで、おいもわいにわいっちゅうとよ。わいがおいにわいっちゅわんければ、おいもわいにわいっちゅわんとよ。いや、やっぱり難しいでごわすね、声はですね。はーい。ウェットさー、うしめでごわす。突然ですが、鹿児島県民が期待されても困る方言。というものが存在するんでございますけども、まあ、これはですね、もうすでに言っていますけども、牛がよく使っている語尾の鹿児島弁でもありますね。その方言がですね、ごわすなんですけども、まあ、今後はさですね、鹿児島あるあるとしても有名なネタでございますけども、まあ、鹿児島出身の人と話すときに、お、ごわすっていうか、と期待したり、ごわすって言わないのと、まあ、振っても困るんですけども、まあ、鹿児島の若い人とかなんですけども、まあ、牛も動画というかバーチャル活動してる時には出るんでごわすけども、まあ、バーチャルのリアルで人と会う時はあんまりっていうか使わんでごわすね。ほんとめったにですね。まあ、リアルはリアルなので、まあ、そういう風には使わんでごわすけども、ごわすはですね、多分ご年配の方たちが使っているらしいということなので、まあ、ちょっと聞きたいというか、まあ、生で聞きたいところでごわすけども、まあ、それはよかとしてですね、ちなみになんですけども、ごわすつながりというか、西郷丼、まあ、瀬郷丼つながりで、〇〇丼という方言はですね、まあ、こちらですね、ご年配の方たちがよく使っていて、まあ、何々丼っていうのは、何々さん的な感じなんですけども、まあ、例えばですね、医者丼とか、大工丼みたいな感じで使ってますね。まあ、牛がよく聞く方はですね、よかにせ丼、まあ、イケメンさんですね。まあ、みたいな感じで使ってる時でごわすね。まあ、これはほんとマジで聞くでごわすね。このよかにせ丼はですね、覚えておいていいかもしれないですね。チェスト、しみでごわす。つい最近ショート動画用のネタとして、ある鹿児島の食べ物を調べていたら、気になる文があったので紹介したいと思います。まあ、団子ですね。孫団子というのがチンコ団子ですけども、いや、これも結構聞くやつだと思うんですけども、名前のインパクトで話題になりがちなコンチンコ団子のとある楽天の通販ページにこんな文字がありまして、人気急上昇、 SNS でバズってます。いや、まあ確かにツイッターとかでも、しぶし、しぶし町、しぶし、しぶし市役所、しぶし市長の看板みたいな感じで定期的に見るネタなんですけども、まあ、こちらのチンコ団子は普通の醤油団子なので、鹿児島へ旅行に行った際は、まあ薩摩仙台では焼きたて、多分鹿児島市内などのお土産コーナーでは、まあお土産用のチンコ団子に出会えるので、探してみて買ってみてはどうでしょうか。ちなみにチンコ団子も、チンコ団子と全く同じなので、まあ買っても問題ないですね。あとあと、チンチン豆という豆菓子もお土産に最適ですね。おすすめします。